おはようございます。もう今日はご覧の通りこれ土砂降りです。でもまあ車の方を早く完成させたいので、ちょっと雨の中ですけど頑張ってやります。車庫があるので車庫でやってもいいんですけど、結構道具を置く場所がないので屋根の庇のところまでこれを持ってきてちょっとやってみたいと思います。それでは今日も始めていきます。よろしくお願いします。結構車が汚れるので、こういうものを敷いていきます。今日はもう雨が降ってるからね、もう大変なんですよ。作業傘さしたり、これ閉めたり開けたり。ひっくり返らないと弱る。おお。わあ、ぴったり。うわあ、ぴったりだ。よしよし。大成功です。テーブルぴったりくっつきました。
そしてこうやってテーブルが折れるようになってるので結構広く広くできます。それでこちらの端っこもこれもうぴったりですね、この干渉がないようにできました。イメージとしてはこんな感じでこの下に寝ることになります。ございます。今朝は朝から雪が降っていて今ものすごく降ってました。ちょっと小降りになったので今出てきましたが太陽は出ているんですけど、雲が厚くてなかなか雪が溶けるような状態ではありません。で今日はもう駐車場の方でやりたいと思います。太陽出てますけどどうも暗いのでエンジンかけてみたら自動で電気がついてます。一応昨日は夕方ここまではつけたんですけどまだ仮止めです。この箱ももう少しこの奥へ入れてここ1センチぐらい出るだけにしたかったんですけどやはりシートベルトが邪魔になってしまって、これ以上入りません。今 3.5 センチほど、まあ、出ているような状況です。これでまあやるしかないなというふうに思ってます。でこちらも後ろのドアのバーがあるので、まあ、ギリギリのところまでつけました。で今日この状態で始めていきたいと思います。これはネジを変えました。プラスネジでしたけどここまで届くネジがなかったのでちょっと長めの6ミリというネジを買ってきてつけました。これからこちらの棚を取り付けていきます。でここは何かっていうとここにLED のテープライトをつけてこう天井向きにライトをこう光るようにしたいと思います。これかあこれやな、これかThank you.
ここに、あ、テープ貼れるな。寒い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 。今度はこちらの棚をつけていきます。しまった。はい、それではの一応今日つけれたとこだけ見ていただきたいと思います。横の壁です。まあ、どうしてここがこんな風に長いかって言いますと、ここの中をLED のライト、テープライトをつけて、まあ、天井から光が出るようにします。それからここに後ろに、一番後ろにちょっと簡単な棚をつけて、まあ、その上をまた LED テープが走ってきて、そして、こちら側です。こちら側をまた、光るようにします。で、まあ、間接照明作るということなんですが、まあ、それとこちらの棚は何かと言いますと、小物入れにしたいと思います。で、最初 うちの奥さんと考えたのは、タオルとか下着を丸めてもうここへ押し込むようにしようということで、そんな風にちょっと考えています。で、今日は、昼から用事があるので、まあ、ここまでの作業ということで、一応ここの上にですね、この棚をまあ向こうまで渡るように取り付けたいというふうに思ってます。で、あんまりこちらへ出てくると、まあ、頭に当たるので、精一杯後ろの方へ持っていきたいと思います。それから、コメントをいただいた中で、寝るときにこのテーブルが邪魔になるんじゃないかということでしたので、はい、動画の中でも多分出てくると思うんですけど、しまうとこんな形になります。はい、折りたたむとこんな風になるので、まあ、ここで寝るってちょっと大変なんですけど、ここで寝るようにします。そんなに問題ないと思います。まあ、腰から下あたり
に、まあ、若干邪魔になるのかなという気はしますが、まあ、ここまでコンパクトになります。中カスタムしてますけど、ここにあの壁が来て、ここにあのテーブルが来てます。今あの跳ね上げてますけども、ここからも十分あの乗り降りができるほど空いてますし、天井の方も頭が当たることはないです。向こう側行ってみましょう。こちら側もドアと同じところまでこの壁来てますけど、そんなに邪魔にはなりません。それから天井のところもあんまり下がってないので頭をぶつけることはありません。まあ後ろから見るとあのテーブルを上げた状態、こういう状態です。ちょっと向こう側は伸びてますが、まあ、どんな風になってるかっていうとこういう感じです。裏側折りたためるようになってます。そしてちょうどこの下にあのポータブル電源を置くんですけども、ここから電源を持ってきてます。でこれで走行充電あのするようになっています。やっとお天気になって暖かくなったんですが、まあ、ちょっと昼から用事があってできないということで、もう午前中寒い間やってました。まあ世の中こんなもんでしょう。じゃあまたよろしくお願いします。